あれいつの間にか再生ボタンじゃなくて録音ボタンが押されてた。ワケありダイエットウォークのマコネーです。今日もヒルビル放送局ワケありダイエットウォーク歩きながら収録していきます。今日からねちょっとね一枚脱いで、そうちょっと薄着になりました。ちょっと体が軽くなったかな。まだねちょっと寒いっちゃ寒いけど、もうねもう重たいっていうか、何枚も着て重たい服を引きずりながら行くのがもう嫌で、そう今日から私は春仕様に春仕様っていうか、そうね、新春仕様なんとか仕様、まあいいや、春中盤仕様に切り替わりました。まあそんなわけで今日の朝までじゃなくて、もう朝だ。ヒルビル放送局、ワケありダイエットウォークのテーマというわけで、今日はね、お酒についてお話ししていきたいと思います。私の住んでる新潟県長岡市は、まあ同じ市にね、ある蔵の数としては、まあ、多分日本一ぐらいの大きさじゃないかな。そう、大小様々な、日本酒の蔵が30以上現在でもある。まあ、本当日本酒大国です。はい。ただね、すべてのね、お酒の出荷量とか、生産量を、っていうことになれば、まあね、兵庫とか広島の方が多いんじゃないかな。そう。まあね、長岡が、日本一ってことはないです。だって大きい酒造メーカーとかないもん。そう、大規模な酒造メーカーって本当も、プラントみたいね、工場みたいな感じで、ダダンって作るわけじゃなくて、まあ本当に昔ながらの造り酒屋みたいな、ちっちゃいところから中くらいのところまでがいっぱいある。そんな街です。はい。まあなのでね、長岡の場合は、乾杯条例っていうのがあって、まあ乾杯は、ね、乾杯原則日本酒でするっていう条例があります。なので、まあ結構公的なね、イベントとかで乾杯するときは、必ず最初の乾杯日本酒で、の日本酒も、その主催者が厳選したもので、その日本酒が美味しくか美味しくないかで、その主催者の頻度が変わってくるという、なんともかわいそうな。普通だったらね、みんなとりあえずスーパードライ飲んどけいや、みたいな感じな、乾杯が、いきなりもうそこの審査基準になってしまってるという、まあそういう街なんですけど、まあね、日本酒の話をいきなりするんじゃなくて、まあ、お酒自体の話からちょっとしていきたいんだけど、そう、まあね、昔に比べると、先進国中心にお酒の消費量は減ってる。みたい。というか、私が調べた昔っていうのは、もうほんと、100年前とかで、数年前とかじゃなくて、もう何十年も前って話なんだけど、まあね、日本はちょっと違うと思うんだけど、まあヨーロッパはね、その昔、ほら、お水の代わりにワインを飲んでたっていう文化があるし、そう、お水の代わりにビール飲んでたっていう、国柄なので、まあね、ワインの消費量もビールの消費量も、多かっただろうし、そう、ビールは多分ね、冷たいビールはなかっただろうから、そう、冷たいビールの製法が生まれたのは、そんなに昔じゃないんだよね。だからまあ、まあ、ヨーロッパでね、お水の代わりに飲まれたんだったら、まあ、それは消費量も多いだろうと。まあ、バイキングとか、まあ、船乗りもそうですね。船乗りも、ほら、お水で、真水がね、真水がすぐ腐っちゃうからってことで、水の代わりにウォッカのね、ラムを飲んでたっていう話だから、まあね、昔は本当、水の代わりにお酒を飲んでた。そんな、むちゃくちゃな、今の栄養学のね、起点から考えればね、お酒はもう水の代わりにはなりませんってのははっきりしてるわけで、そう、そんなむちゃくちゃな歴史があったわけじゃないですか。だから、ね、お酒の消費量が、まあ、お水がね、普通に買える時代になって、そう、買えばね、お金を出せば、綺麗なお水がいつでも手に入る時代になって、お酒の消費量が追ってきたって、まあ、それは当たり前の話ですわ。まあ、それで、じゃあ日本はどうかというと、日本はね、まあ、
日本国内にいると、あんまり知らないかもしれないけど、まあまあまあ、普通にね、ちょっと、どこでもね、コンビニお酒買えるし、どこで飲んでても、ね、コンビニ買って外で一杯飲んでも、別にね、怒られることはないし、捕まることもないし、白い目で見られることがあっても、まあ、昼間から酔っ払って歩いてても、まあ、大きな迷惑かけない限り、捕まったり、連れて行かれたり、通報されたりすることはありません。はい。でもね、そういう国は、まあ、世界中探してもね、ほんと少なくて、まあ私が知ってる中だと日本だけかもしれない。うん。特にさ、そう、まあ最近ね、ちょっとね、さすがにやばいんじゃないかって見直されてるみたいだけど、超高度、これなんだっけ、9杯以上の、高アルコール度の、酎ハイが、まあ、どこでも売ってるっていうのは、ほんとね、よくね、世界中旅してる人に聞くと、もう日本が特殊すぎると。もう、お酒好きのパラダイスジャパンみたいな感じらしいのね。うん。でいて、日本は世界中のいろんなお酒を取り込んで、独自進化させるのはまた得意なわけよ。ねえ。そう。まあ、名前を変えればそれでいいのかって感じだけどさ。私はね、あれサントリーだったかな？忘れちゃったけど、氷結のシリーズが苦手でさ。私はね、体が氷結が受け付けないらしくて、氷結ってあれ、ウォッカベースじゃない。ウォッカを薄めて味をつけて炭酸で割りましたみたいな感じじゃん。まあ、入ってるウォッカが悪いのか、製法が悪いのかわかんないけど、私はね、氷結を飲むと、瞬殺でね、具合悪くなるんだよ。そう。まあ、1本2本は大丈夫だけど、やっぱね、2リッター、3リッター飲むと、氷結はね、私は後で効くんだよね。甘いからってわけじゃなくて、同じね、甘いようなやつでも、なんだろう、9% のね、9% のさ、まあ、コンビニで売ってるようなやつ、あれをね、1リッター、2リッター飲んでも、まあ、そんなにさ、ガンガンも、もう立てなくなるぐらいの二日酔いにならないんだけど、氷結さんはね、ほんと、トイレと仲良くなるようなレベルで、1リッター、2リッター飲むと、次の日とか、次の日まで行かないな、6時間後ぐらいに、もう半分死にかけてしまうっていうぐらいに、私は氷結に、と、ちょっと相性が悪いんだけど、うん。まあでもね、まあ私自身お酒は、今ね、16時間断食中で、3年間お酒も飲みませんっていう宣言している中で、言いつつ、まあ昨日ちょっと飲みましたけど、たまにちょっと味見するぐらいなもんで、そんな感じでね、お酒、積極的には飲んでませんが、まあもともと、いろんなお酒大好きですね。うん。そう。飲めないお酒は基本的ない。でも、好きか嫌いかはあるよ。好きか嫌いかあるんだけど、まあ、飲んでね、口に合わないというか、体に合わないっていうお酒ももちろんある。ただ、基本的にお酒は大好き。うん。で、まあ、好きなランキングをつけることもできないんだけど、私はね、ラム、テキーラあたりが好きね。ラムとかテキーラとか、すごい好き。そう、ウォッカもね、香りが強いっていうか、香りがね、はっきりしてるウォッカは好き。ほんとアルコールのきついだけのウォッカはちょっと苦手。例えば、ズブロッカとか好きね。そう、あれちょっと桜の味がするじゃん。そう、ズブロッカ、ウォッカものズブロッカはすごい好きね。うん、そう。ジンも好き。まあ、そもそもね、香りの強いものが好きなんだけど、ジンも好きね。ジンもいろんなお酒飲んだけど、まあ、日本でね、簡単に手に入るジンだと、私はタンカレーが好きだな。そう、タンカレーが好き。うん。まあね、そもそもさ、ジンはさ、ね、イギリスの安酒だからさ、そう、日本でそんなに高いお金で出さなきゃ買えないっていうのはちょっとよくわかんないけどさ、うん。まあ多分イギリス行ったらジンもね、いろんな種類があると思うしね。そう、ネットで調べてもほんと山ほど出てくるから、まあもっともっといろんな美味しいジンがあるんだろうなと思ってます。まあそういう意味じゃラムもそうだよね。テキーラもそうだと思う。多分テキーラもラムも、ジンも、もともとそんな高いお酒じゃないから、多分生産国とか世界中回ったら、ほんといろんなもっと美味しいのがあると思ってるのね。
ってね、私はさ、ネパールに住んでたことがあるの。うん、で、ネパールで作られてるネパールのネパールラムもね、美味しいんだよ。ネパールラムはさ、奇跡的に長岡で飲めるんだよね。それは、あのね、長岡とね、長岡から北に30キロぐらい離れた三条でね、展開してる、インドカレーの店のオーナーがネパールの方で、ネパールラムを仕入れてるのよ。だから奇跡的にそこ行けばネパールラムが飲める。多分ね、アップルウォッカーもね、飲めるんじゃないかな。ネパールのね、アップルウォッカーも美味しいんだよ。まあでも日本で飲むとちょっと高いなとか思うけどね。うん。まあそうやって、まあ世界中にいろんな美味しいお酒はいっぱいあるんだけど、うん。でまあ、ビールもビールで好きだし、でもビールはね、私クラフト系のビールが好きです。だから低温熟成した今風の、日本で売られてるビールよりも、昔ながらの、クラフトビールが好きで、まあ、ビールにしても、お酒にしても、日本酒にしても、個性がはっきりしてるお酒が好き。うん。だから、みんなが飲んで美味しいっていうよりも、私はこれが好きみたいな。まあ、私らしいでしょ。そういう、もうほんと、ズドーンとなんか、お腹に突き刺さるか、頭の上を飛ぶような、本当、さらっとした、本当、もう、はっきりわかりやすい個性のお酒が好きです。まあ、そういう意味では、飲めない、本当、世界中のお酒、どんどん楽しんでいきたいし、そう、まあ、そのためにね、健康に気をつけてるって思ってるんだけど、まあね、まあそんなわけで今日なかなかなんで日本酒のてかお酒の話をしたかというと、昨日おとといね、夜の、ジムのねお風呂の掃除行った時に私の大好きなお姉様以前にねどんだけちょっとこの人変わってるのみたいな、まあガチのさ兄オタのさお姉さんがうちのね梅酒の彼女の実家の梅酒の作り方で、彼女がアレンジした究極の梅酒がうちにあるっていう話になって、それちょっと飲んでみたいわっていうことで、彼女からね、どうだろう、200cc、300cc ぐらいかな、分けてもらって、そう、飲んだのよ。それはね、焼酎じゃなくて、焼酎でも、ウォッカでも、まあね、梅酒はね、作ろうと思えば、ウォッカでも、ウォッカでも、まあ多分ジンでも、テキーラでも、ラムでも、ブランデーでも、なんだ、焼酎でも、梅酒は作れると思うんだけど、彼女の梅酒は日本酒で作ってある、梅酒。うん。で、まあ日本酒で作った梅酒ってのは、まあ、今は多分どこでも買えるかな。長岡、ここら辺ではね、結構メジャーで、そう。まあ日本酒メーカーもね、まあ売れない時期もあってさ。で、梅もね、なんかいっぱい余っててさっていうことで、日本酒で作った梅酒ってのは、まあ、今はどこのメーカーでも作ってるんじゃないかな。うん。結構ね、日本酒メーカーがみりんを作ってたりもするんだよね。まあ基本的にさ、日本酒とみりんの、本みりんの作り方はさ、一緒らしいからさ。そう。だから日本酒メーカーでみりんを作ってて、ものすごい濃厚な真っ暗なみりんを、販売してるところとかもあるな。うん。そう。まあその中で梅酒を作ってる日本酒メーカーもいっぱいあるんだけど、まあ、そう。その製法と多分一緒だと思うな。まあ、日本酒じゃなくて、梅酢こんで日本酒入れて、ちょっと糖分入れれば、はい、完成みたいな感じだってね。そう。あれ、糖分入れなきゃさ、そう、アルコール発酵しないわけよね。だからもしかしたら、日本酒はさ、焼酎よりも甘みが強いから、そんなにね、糖分を入れなくてもできるかもしれない。うん。彼女が作るのは、いろんなね、日本酒で試したらしいんだけど、長岡にある、長谷川酒造のおたふくっていう有名なブランドがあるんだけど、
おたふくの日本酒で作る梅酒で、そう、砂糖はね、氷砂糖なんだけど、梅はもう発酵して、売れ残ったもう黄色くなった梅がいいと。その方が早くできるということで、そう、そうやって作られたおたふく酒造のお酒がたっぷり入った梅酒を 200cc、300cc ぐらいもらって、まずね、帰って一口さ、もちろんご飯食べた後ね、糖質がたっぷりのやつはさ、脂肪になりやすいから、インシュリンがバンバン出て、脂肪細胞にね、糖質をどん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 溜めていくから、まあそういうのをさせないためには、なるべくご飯食べた後に甘いの食べるのが、まあ、まあ、それでご飯食べた後に、そのね、いただいた日本酒を、ほんとおチョコ一杯ぐらい。まあ、ぐい飲み用のおチョコだからね、ぐい飲みってまあいっぱい入るよね。下手したら 100cc ぐらい入るんじゃないかぐらいのおチョコ一杯ぐらい飲んだところ、私ね、梅酒もともとあんまり好きじゃないんだけど、なんか、日本酒のその、トゲトゲしい香りもないの。トゲトゲしい香りもなく、焼酎の、なんか、なんか、口触りの悪い、だらっとした感じも。いや、もちろん焼酎にもいろいろあるんだけどさ、私が梅酒に苦手ってたのは、梅の香りも嫌いだけど、なんかさ、本当果実酒用のさ、焼酎で作られてるやつとかさ、マジ焼酎まずいよとか思うわけよ。だから、なんだろう、いただいたのは、そう、日本酒のその、さ、まあね、お福といえどもさ、まあ大吟醸で作ってることはないと思うんだよ、彼女がね。まあ、純米酒だったらあるかもしれないけど、まあまあ、普通に考えればさ、醸造アルコール入ってさ、お酒よ。醸造アルコールのさ、ちょっとパンチの効いたアルコールのさ、うわ、アルコールの匂いみたいな感じの匂いもしないし、と、梅のさ、爽やかな匂いはするし、そう、すごくまろやかで、2年ものって言ったかな？そう、すごく美味しかったの。まあ、そこでね、もう一杯飲みたかったんだけど、そう、まあ、でっかいグリーン飲みだからさ、一杯飲んだらもう3分の1減っちゃってさ、あらららみたいな感じで、まあ、とりあえず、もうね、もうやる作業をとりあえずパパッと終わらしていって、そう、今度はね、ストレートじゃなくて、氷を入れて、まあ、ロックで飲んでみた。まあ、ロックで飲むとさ、いや、さすがにね、ロックはさ、お酒が冷えた分、やっぱりちょっと、香りがちょっとおとなしくなったかなって感じするけど、まあ飲みやすいは飲みやすいよね。そう。で、次にお湯割りにしてみた。ちょっと濃いめのね、お湯割りにしてみた。もうね、お湯割りはもうほんと最高。もう香りがもう、ね、隠れてた日本酒の香りがちょっと出てきて、またちょっと複雑な香りになって、まあ梅酒のお湯割りも美味しかったね。で、最後に残ったのは、まあ炭酸に割って飲んだんだけど、炭酸に割って飲むと、まあ薄まったら薄まったからさ、そう、もうアルコール感ほとんどないんだけど、まあ爽やか、めちゃくちゃ美味しい。もう毎日これ飲みたいってぐらい美味しい。まあうちの心の中では、来月か再来月、まあ梅がね、ちょっともうちょうど黄色くなる時期だと思うから、梅が出てきて黄色くなった頃に、一で買ってきて、私も作ろうと心に決めたわ。梅酒はね、作ったことないけど作るのは簡単だと思うんだよね。そう。まあ、それで、まあ、梅酒を飲んだんだけど、まあ、その後が良くなくてさ、もうね、もうほんとさ、久しぶりにお酒飲んじゃったから、もうさ、満腹ジュースがさ、もう、バグっちゃってさ、まあ、バグっちゃうと、もう食べたい本能が止まらないわけよ。で、普段お酒飲まないから、前はね、お酒飲むとさ、すぐになんか気持ちよくなって、もう固定みたいなタイプだったんだけど、いや、そうじゃなくて、目がギラギラしちゃって、まあ、普段見ないような YouTube ガンガン見たりしながら、もうお腹が減っちゃって、止まんなくなって、まあ、冷蔵庫からあれこれ持ってき、食べ始めちゃって、まあ、気がついたら6時みたいな感じで、もう夕方6時だ、もういつも寝るの15時って決めてるのに、18時になっちゃいました、みたいな感じで、まあ、程よく酔っ払い、お腹もいっぱいになって、寝ました、みたいな。まあ、ぶっちゃけは、最悪なパターンじゃ最悪なパターンだけど、まあね、それからね、何時間寝たかな ?6 時間半ぐらい。6時間、7時間ぐらい寝たかな。まあ、6時間ちょっと寝て、まあ気持ちよく起き、そう、今日はね、深夜の仕事なかったんで、まあちゃちゃっとやることやって、今帰って仕事行ってると。まあそんなわけで、今日は日本酒の話をしてるんだけど、どうだろう、
日本酒の消費量自体は、まあまあ、ものすごく減ってはいい。もちろんさ、世界中にお酒飲む人が減ってるわけだから、日本人だってね、お酒を飲む量も消費量ももちろん折ってるわけだけど、そう、まあ、折った前提で考えれば、まあ、日本酒の消費量も持ち直してはいるんではないかな、なんて、私のなんかね、感覚の中では、あるんだけど、そう。でもね、私の体感ね、そう、なんだろう。居酒屋とかで、美味しい日本酒を飲んでる人は、幸せだなと思うよ。そう、なんか、まあ、私もね、最近でこそ、そういう会には顔出さないけど、やっぱりいろんな飲み会行ってたわけよ。うん、もう片っ端だから。もうね、私のさ、諸先輩方にね、スコピー前からね、若い子からよく言われたのは、飲み会があったら、まあ、お金を借りてでも行けと。飲み会は可能な限り出まくれと。と、教えられてきたの。だからもう私もね、もう可能な限り出まくってたけど、そう、まあね、私より年上の人たち中心の、飲み会とか、割合とね、お金に余裕がある人たちの飲み会とか行くと、まあもちろんね、美味しいお酒出てくるよ。素晴らしいね、このお酒みたいな。そう、うん。特に、まあ、長岡ね、蔵がいっぱいっていうか、酒蔵いっぱいあるから、そこの酒蔵に行かなければ飲めないような、もうラベルがついていない秘蔵のお酒があるわけ。うん。もちろん、ラベル貼って販売してる美味しいお酒もあるんだけど、そう、やっぱね、お酒作ってる人たちに聞いたんだけど、毎年同じ米で、同じデータで作っても同じ味にはならないね。そう。それをブランド化するために、ある程度ね、お水で割ったりとか、ブレンドしたりして、同じ味になるように調整したりとか、データを元にね、同じ味になるように調整したりするらしいんだけども、そうじゃなくて、まあ少数だけど、自分家で飲むように、ほんとその年の最高水準まで高めたお酒みたいなのがね、やっぱね、あるところにあるわけよ。そう、そういうのは酒蔵に行かなきゃ飲めないし、酒蔵の人と仲良くないと飲めないし、市場には出てこない。絶対市場には出てこないそういうお酒がやっぱりあるのよ。うん。で、まあね、そういうさ、ところで、まあそういうお酒をね、やっぱ飲み会があると、まあね、ほんとさ、まあ酔っ払えばいいだけの日本酒。日本酒飲むとさ、もう、未だに言われるよ。日本酒飲むとすぐに潰れるし、もうすぐに酔っ払うし、日本酒美味しいんだけどさ、後が怖くて、なんていう声も、未だに聞くよ。それはお前ら美味しい日本酒を飲んだことねえだけだ。ほんとかわいそうだなと思っちゃうよね。うん。そう。まあ、日本酒に限らないけどさ、やっぱビールもワインもさ、発酵酒、発酵じゃなくて、発酵酒だね。そう。蒸留酒と違って、発酵をメインにしたお酒はさ、やっぱり、そう、出来がすごくばらつきがあると思う。うん。そう。逆にさ、蒸留酒って、まあね、ブレンドでやっぱごまかされてるところがあると思うんだよね。そう。まあ、ウイスキーにしてもさ、シングルトモルトとブレンディウイスキーじゃ、やっぱね、全然違って、私はね、まあ、ブレンディウイスキーも好きだし、シングルモルトも好きだけど、そう。私ね、もうほんとさっきから言った通り、尖りまくってるお酒が好きだからさ、どっちかというと、シングルモルトが好きだし、そう。どちらかというと、アイラモルトみたいな、もうほんとパンチの効いた、そう、ビートの香りがくせえぞってみたいな、そう、ラガブリンとか、好きね。そう、まあ、日本で簡単に手に入るからね、ラガブリンもさ、そう、逆に、ジャパニーズウイスキーみたいなね、洗練させたい清らかな、そう、ウイスキーもまあ美味しいよ。まあ、日本のウイスキーもね、いいものがなかなかなんだよな、し、まあ、海外行ったら私、日本のウイスキーなんか買えないんじゃないかってぐらい、こう高値で今取引されてるしね。
もうすでに日本のウイスキーは世界の3倍ウイスキーに入ってるんじゃないか。うん。そう。まあ、それくらい日本のウイスキーの価値もどんどん上がってるけど、そう。まあ、私は日本のウイスキー、確かに美味しいよ。確かに本当に美味しいけど、でも、アイラモルトみたいなパンチの効いたピートの臭いウイスキーが好き。そう。うん。下手したら日本の高い値打ち企業にも、ほんと高級打ち企業にも、日本で買うにしても、アイランモルトのシングルモルトの同じ年数寝かしたぐらいの打ち機の方が安いかもしれない。今はね。そう、まあ、最近比べてないからわかんないけどさ。うん。まあ、そんなわけでさ、日本酒の、そう、そういう尖ったお酒が、まあ本当に美味しいお酒があって、そのさ、美味しいお酒に、やっぱね、まあ長岡にいればさ、それでも、ポンシュ館って言って、駅にね、新潟県のさ、全銘柄のお酒が並んでて、まあそれをね、ワンコインで、おチョコ一杯ずつだったかな。おチョコ一杯ずつ、ワンコイン100円ぐらいで、いや、ワンコイン500円で3杯だか5杯だったか、味見できるポンシュ館って流れるのよ。そこへ行けば、まあね、新潟県にある各銘柄のいろんなお酒を味見できるし、そう、やっぱね、やっぱお酒はね、酒蔵行って、酒蔵の香りを嗅ぎながら、試飲するのが、まあいいよ。まあどこの酒蔵もね、行くと試飲用のお酒置いてあってさ、まあ試飲用のお酒はね、お金取られるわけじゃないから。まあそこでね、いい感じに酔っ払って、最後に一本買ってくるみたいな。まあそんなぐらいが、またね、楽しいのよ。まあ私がね、車乗るのをやめちゃったのはさ、まあ車乗ってるとお酒飲めないっていうのもあったね。そう。だから、車乗るのやめてから、まあ普通に、昼間でも、ペットボトルじゃなくて、ペットボトルもあったな。ペットボトルとか、いろんなのにさ、日本酒とかワイン詰めて、まあ、夏でも冬でも、結構ね、飲みながら歩いてる。そう。もう酔っ払いながら歩いてるのが好き。そう。まあ、そんな酒の付き合い方は、まあ、ほんと車乗らないおかげで、すごくラフに楽しくやってます。そう、やってた。16時間ダイエットが終わって、3年間終わって、普通の体型に戻り、ライフスタイルもね、しっかり改善できたなら、そことタバコだけは解禁しようって、もうここに決めてる。私はね、まあ、パイプスモーカーなので、パイプタバコ大好きなのよ。で、まあ、普通の紙巻きタバコは大嫌いなんだけど、パイプ、紙タバコ、鍵タバコ。普通の人がしないようなタバコの遊び方は大好き。そう。うん、まあ、その話はまたちょっと置いといて。今日はお酒の話ね。まあ、そんなわけで、本当はただ酔っ払えばいいって、もう本当、どっかんぶっ飛び系のお酒だと思って日本酒を飲んでる人たちは、本当ね、本当日本酒の価値を知らない。そう。で、大体そういう人たちは理解しようともしない。そう。まあね、まあ理解しようともしない人たちは、まあ私はね、もうできれば友達登録というか、私のポッドキャストの、チャンネル登録はしないでほしいっていう部類なんだけどさ、まあ、本当に美味しいお酒を飲んだ上で、ね、本当に美味しいお酒を、まあ、いくつか試してみた上で、日本酒やっぱり嫌いだわって言われれば、あ、そうだね、口が合わないんだねって済むけどさ、本当にさ、ドブに捨てるような、どうしようもない日本酒飲んでさ、ああだこだ入れると、ものすっごい腹立つんだよね。それはね、他のお酒もそう、ビールもそうだし、ウイスキーもそうだし、全部そうだけど、ほんとさ、世の中にはさ、ドブにしてるような、どうしようもないお酒もいっぱいあるわけよ。大量生産、大量消費のために。まあ、そういうお酒だけ飲んで、それのお酒はすべて、もう代表みたいなつもりで語られると、ほんと腹立つのよ。まあだからね、まあそういうことを、そういうふうに思っている人は、ほんと近寄りたくない。そう。まあそんなわけでね、もうよろっとね、私の出勤の近場になってきたんですが、だんだんもう明るくなってきて、もう今日ね、今日載っけてる写真は、朝出勤するときに家の扉開けた瞬間に、あ、明るくなり始めてるなっていう風に見えたんで、私のね、住んでる9階の、ベランダじゃないな、玄関の外から、
ちょっと撮った写真な、あ、日の出だ。日が出てきた。うわーすごい。あ、でも私のこのスマホじゃあの日の出は映らないな。太陽が出てきた。もう太陽を見るだけでテンション上がるよね。そう。今日はね、今はね、ちょっと外は、曇りじゃない、雲はないんだけど、あ、薄く雲はあるのか。そう。まあ今日の、私の長岡市は、私の長岡市だって、私の住んでる長岡市は、なんだろう、午後から曇り雨みたいな感じだけど、もう私が帰る頃はね、まだ天気みたいなんで、しっかり日焼け止めと日傘を持ってきた。そんなわけでね、もう朝日が見れるなんて、ほんと歩いてる数分の間にどんどん出てきたわ。そう、こんなになんか朝日が見える時って、上がってくる時って、本当にさ、太陽って本当に動いてるんだなと思うよね。てか太陽が動いてるってか、地球は本当動いてるんだなと思うよね。うん。そう。いやー、こんなまん丸な太陽が上がってくるのを見るのって何年ぶりだろう。いや、めちゃくちゃ感動だわ。やっぱちょっと写真撮ってみよう。はい、無事に撮影終了。そんなわけでね、気が向いたら、ね、私の気が向きによるけども、朝日の写真を皆さん見ながら、YouTube でね、ご覧の方は皆さん見ながら、ちょっと話を聞いてるかもしれない。まあ、気まぐれですが、太陽がもう綺麗に上がってきて、また雲の中に隠れていく。まあ、私は住んでる新潟県はもう山に囲まれた盆地なので、そう、日の出っていうと山から登っていくのよ。だからね、海から登っていく日の出はね、多分私の記憶の中で1回2回見たことあるかどうかだな。逆に海に沈む夕日は何度も見てるけどね。そう。まあそんなわけでね、今日も、そう、午前中だけでかもしれないけど、太陽に当たりながら気持ちよく帰れたら最高だな。そんなわけで、素質論11、素質論の111、888001の、と、まあ、コーネが今日も分けられたダイエットウォーク、お話ししてきました。今日はね、日本酒の話、お酒の話から日本酒の話になり、そう。まあね、ドブに捨てるようなどうしようもないお酒を飲みながら、そのお酒が全部そのお酒の代表だぐらいのつもりで、語る人は本当に消えてくれと思うような暴走発言をして、終わりになりますが、うん。そう。まあね、昨日もね、明日はどんな話をしようかなって話をしたんですが、それはやめます。だって、その日の朝にならないと気分が、乗らないっていうか、突然違うこと話したくなるんだもん。まあ、そんなわけで、分けありだいと、ウォークは、今週も金曜日まで毎日配信しますので、また明日も皆さん楽しみにお聞きください。そう。では、本日も、分けありダイエットウォーク、最後までご視聴ありがとうございました。そう。まあ、喋りながら歩いてれば、まあまあそんなに寒くないっていう季節になってきたかな。そう、でもね、そう、パーカーの上にもう一枚羽織ってって感じだけど、そう。まあね、この姿でも、あともうね、数週間もすれば暑いなと思うような季節になるんじゃないかな。まあ、そんなわけで、また明日、マコネでした。バイバイ。またね。ふぅ。